エマニュエル・パストリッチはアメリカ合衆国テネシー州ナッシュビル出身のアメリカ学者。主に韓国で活動している。アジアインスティチュートの理事長と地球経営研究院の委員長を兼任し、また同時に国際の教育総合大学の副総長を務める。東アジア古典文学及び現代国際関係、科学技術に関連した政策提案をしている。 パストライヒは2020年2月に米国大統領の立候補を独立宣言し、キャンペーンを継続し、安全保障と経済への変革的アプローチを求める多数の演説を行った。1983年サンフランシスコのローウェル高校を卒業し、イエール大学で中国文学を専攻しながら、1987年1年間国立台湾大学に留学した。 卒業後すぐ、東京大学に留学し、1991年に、大学院総合文化、研究科比較文学比較文化専攻修士課程、終了。修士論文は、田野村築伝について、1992年アメリカ合衆国に帰国後、ハーバード大学東アジア言語文明学科、博士課程に編入し、1998年に、卒業後、イリノイ大学で、 東アジア言語文学科の助教授として働いた。その後、ジョージ・ワシントン大学、また松大学校、慶喜大学校国際大学に勤務した。パストリッチは2007年から2年間、中西南道道知事補佐官として勤務し、中西南道の国際化及び多文化政策に深く貢献した。その後、連続的に大特権球団地本部諮問。 大田高域市投資誘致委員会、公衆市国際会委員会、生命工学研究院、標準科学研究院、地質研究院、カイスト技術融合大学院などで研究課題を進めてきた。パストリッチは国際関係、自然環境及び科学技術発展の関係を研究するシンクタンクであるアジアインスティチュートの所長職を務めている。 その前には、中米韓国大使館が運営する、シンクタンクグリーンハウスの所長を務めながら、韓国外交通商部が運営する、オンライン公営雑誌、ダイナミックコリアの編集長職を兼任した。パストリッチの著書は、ザ・ノベルズ・オブ・パーク・チーワン、トランスレーションズ・オブ・オーバー・ラーク・ト・ワールズ、ソウル大文化出版部、2011年。ザ・ビジブル・バーナキュラー。 バーナキュラーチャイニーズアンドザイマージェンスオブ、エイリテラリーディスコースオンポピュラーナラティブイン、エドジャパン、ソウル大学校出版部、2011年。ハーバード博士の韓国漂流記、人生は速度でなく、高校だ、ノマドブックス、2011年。世界の赤学たち、韓国の未来を語る、ダサンブックス、2012年。エマニュエルには、韓国人の妻がいる。 エマニュエルの父親は、ピーター・パストリッチ。ニューヨーク・ブルックリン生まれ。イエール大学で英文学を専攻し、1959年に優等、学士号を取得。ナッシュビル・シンフォニー、セントルイス交響楽団、サンフランシスコ交響楽団、フィルハーモニア・バロック管弦楽団のエグゼクティブ、ディレクターを務めた。ピーター・パストリッチには、ジェイミー・ウィッティントンと結婚し、 エマニュエル、マイケル、アンナのデベロップメントアソシエイト、ミレナの4人の子がいる。ありがとうございます。